早速第1部スタートしたいと思います。皆さんじゃあ拍手でお迎えください。今西さんよろしくお願いします。要するに原発から福島第一原発から要するに流れてるね、その排水溝、要するに溝ですよね、それがなんか外洋に通じてるという話があって、はい、港湾の外に、ね、そうそうそう、はいね、港湾の外に、でそれを港湾 の中に変えましたって報じられてるのよね。けどそこに流れてるのは誰が見ても汚染水しかないわけですよね、はい、それをさもこうやりました、対策やりましたっていうわけですよね。けどいずれにしても海に汚染水を流してるのは変わらへんわけですよね。そうなんですよね。本当その時にもう次の日の会見でそのね、港湾の外の測定点で、まあ、汚染水ずっと流れっぱなしで、汚染水がの漏洩があるとそこの港湾の外の測定点の全ベータとかセシウムの値が上がるわけですよ。で何月何日の何日上がってますよね。これ港湾の外でも汚染水ブロックせずに値が出てますよね。これは港湾の外じゃないんですかって東京電力に聞くと、そこは、確かに港湾内でもありませんが、なんと言いますか、境界と考えておりますって言われたんですよ。ちょっと新しい概念出てきたなと思って、境界、境界域でございますって答えられて、なんかいろんなことを考えつきますよね。トンチを、いやびっくりしましたよっていうかね、これまあね、そのテプコの人から聞いた話ですけどね、大体ね東京電力で、ね、最初に出されるとね否定するんですよ絶対に。こんなことありませんって、もうこんな、そんな絶対ありません。僕もいろんなこと問い合わせました。原発事故が起こった時に最初問い合わせました、サーベイマップというのがですね、福島第一原発の中にあって、要するにどれぐらいの放射線量がどの場所であるかっていうのをこう地図にしてるんです。それマスコミ全然公開してなかったわけです。で僕それ見つけて、まあ、書いたわけなんですけどもね、ちょうど原発事故が起こったゴールデンウィークぐらいですか、事故が起こって 2ヶ月なるかならないかですかね、それぐらいの時に書いたんですけれども、その時なんかいやいやもうそんなもありません、そんな絶対ありません、ありませんって言うわけですよ。でその次に、ああほんならもうそんだけ調べますって言うわけですよ。ほんでその次に可能性があります言うんですよ。ほんで最後にすいませんって、テプコ四段活動って自分で言ってましたけどね。はあ、テプコ四段活動、いやちょっと東京電力聞いてよ、テプコ四段活動ってありますかって。いやいや、あんた聞けんねんから。いいですか、質問内容でそれだけでいいんですか。四段活動言ってみなさいみたいな。そう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 、存在するのですかっていう。社内文書にありませんとかね。いやっていうね、いや それぐらいね、汚い会社なんですさ正直言って。